今回は孫を歌った短歌をご紹介します。可愛い孫を前に近代歌人たちはどのような短歌を詠んだのでしょうか。まずは斉藤茂吉の歌3首です。この春に生まれいでたる我が孫よ、はしけ足はしけ足、まだ見えねども。はしけ足は可愛いという意味です。反復することによって孫に会いたい気持ちを強く表現しています。この春に生まれてきた我が孫よ、可愛い可愛い、未だ会ってはいないけれど。プラプラになることありて我が孫の、斉藤茂吉、路上を歩く。プラプラには歩くことがまだ幼くフラフラすることです。散歩をしているとたまにフラフラとしながら、幼い我が孫の斉藤茂吉が可愛らしく道を歩いていることだ。孫の茂吉さんは長男茂田さんの長男で、茂吉の初孫にあたります。エスケの長男という斉藤茂吉さんの本に、茂吉が孫を溺愛していたことが書かれています。茂吉は疎開先の山形から戻ってきて、孫との初対面の様子を日記に次のように書いています。茂吉は初めは変な顔をしていたが、抱かれるようになり、一緒に食べ物を食べさせた。翌日には茂吉を連れてちょっと散歩したのが始まりで、散歩が茂吉の日課となりました。朝食の後、四畳半にて茂吉の相手をなす。茂吉の部屋の障子の紙張り。夕食の後、茂吉を相手に機嫌よく過ごす、など、その後の日記には、茂吉の名前が登場しない日はないというほどだったそうです。ある日の日記に、茂吉、廊下に転ぶという出来事が書かれています。慌てた祖父茂吉は、廊下が古く黒光りしているから危ないのだと言って、言い合わせた母やおじ、おばに粉石鹸などを使ってきれいにするように命じたそうです。夕方には木目が浮かぶほどにきれいになりましたが、ヘトヘトになったみんなに向かって茂吉は、それでも茂吉が転ぶようならギザギザを入れなさいと言ったそうです。初孫をいかに可愛がっていたかがわかる面白いエピソードですが、家族は大変だったことでしょう。あくびすれば、傍らにいる孫を真似す。あくびというは、善なりや悪か。あくびをすれば、隣にいる孫も真似をしてあくびをする。あくびというものは行儀が悪いものとされるが、善なるものか悪なるものか、どうなのだろう。次は、トキゼンマロです。新型のバスのいろいろを知る孫と、歩きて行けば遠空に富士。孫は新型のバスの種類を祖父に説明しているのでしょうか。車両のちょっとした違いを見分ける孫は、得意顔でおじいさんに説明しています。そしてふと目をやると、富士山がくっきりと見えたのです。晴天のひととき、孫と散歩する幸福な様子が伝わってくる作品です。作者の時善麿は1910年、ローマ字三行書きの歌集「泣き笑い」を出し、石川啄木とともに生活派歌人として注目されました。雑誌「生活と芸術」を主催し、40冊近い歌集を出版。文学博士で国語審議会会長も務めました。全国の校歌約280曲を作詞したと言われています。次は湯川秀樹です。幼子のすることなべて面白し。覚えなき我が幼児期を見る。小さな子供のすることは何ともすべて面白い。自分では記憶にないかつての幼児期の自分を見ているかのようだ。作者の湯川秀樹は1949年に日本人として初めてノーベル物理学賞を受賞した理論物理学者です。科学を極めるとともに和歌を愛し、歌集も上司しました。この歌は、初孫を得た喜びと小さな孫を無心に観察する科学者の目がまっすぐに歌われています。次は吉野秀雄です。
電話ありて孫の婚日は待ちに待ち、突然来れば嫌ましに嬉し。電話があって孫の来るという日は待ちに待ってしまう。突然来るとなればそれにも増して嬉しいものだ。可愛い孫と遊ぶことを本当に心待ちにしている様子が伝わってきます。作者の吉野秀夫は明治35年生まれ、群馬県高崎市の出身です。会津弥一に師事します。肺結核など生涯病と戦いながら作家を続けました。良寛や万葉集の研究でも知られています。次は後藤美代子です。恋人同士の愛語にも似て我を試す、三つ子の言いに揺さぶられいる。恋人同士で使われるような親しみのこもった愛情の言葉で私を試そうとしている3歳児の言葉に私は翻弄されている。作者は現在の上皇后である美智子さまが皇室に入られる際に歌の指導をした歌人です。その夫は上皇さまの皇太子時代からの歌の師でもあった後藤茂です。孫を詠んだ歌は孫歌と呼ばれたりしますが、単純になりやすく意外と読むのが難しいと言われています。可愛い孫の仕草や孫との心のつながりを優しく包み込むような歌が歌えるといいですね。今回は近代歌人が孫を詠んだ歌をご紹介しました。いかがでしたか？次回もお楽しみに。